どうも、ミルキー仕様です。よろしくお願いします。居酒屋でね、バイトしてるときね、これね、高校生のときなんですよ。高校生のときね。居酒屋でね、アルバイトしてるときですね。当時ね、大学生のギャルの人がいましてですね、年上で。でね、そのギャルのね、女の人がね、めちゃくちゃね、もう休みまくるんですよね。当日欠勤とかしまくってね。で、ある日ね、また店長から電話がかかってきてね、なんかそのギャルの子がね、当日にまた、休んだみたいな感じでね、言われて、なんか、休みまーすみたいな感じで言われてね、みたいな、ちょっと入ってくれへんとか言われて代わりに、嘘ーみたいな。で、まあ、しゃーなしにね、行ったわけですよ、バイト。で、働いとったらね、その、当日欠勤したのね、ギャルの子がね、友達とね、一緒にね、飲みに来たんですよね、その店に。当日欠勤したバイト先に飲みに来るってすごい根性やな、思ってね。嘘ーみたいな。で、どういうことみたいな。ほんなら、今日みんなで休むんで休ませてもらいましたみたいな感じで来て、うっせやーみたいな。ほんでもう、ほんで、このお店美味しいからみんな連れてきちゃいましたみたいな言っててね。ほんでもう、これはもう腹立つな思って店長にね、もうちょっと店長も言ったってくださいよ、こんな。当日遊ぶために休むなんてもうめちゃくちゃですよみたいな。そうしたら店長がその子にね、よっしゃー言ってね、そのギャルの子にね、こんなにお客さんいっぱい連れてきてくれるなんてありがとうみたいな。助かるよーって言って、うせえやん、感謝してるやんみたいな。ほら、もうさっさとドリンクをお聞きしなさいとか言ってね、逆に怒られたっていうね、チキショーっていうね、なんでこれみたいなね、感じでね、まあ、でも今思えばある意味ね、友達をお客さんとして連れてきてね、お店に貢献してるっていうね、確かにそれは感謝されるなっていうね、ことがありましたということで、どうもありがとうございました。